転校生の大場誠君。よろしく。よろしく。あ、誠の父の孫です。どうぞ仲良くしてください。少し校内を案内してあげてくれないかな。私ももう少しお父さんとお話あるから。はい。編入試験で入るなんて普通に受けるより難しいだろ。たまたまだよ。けど君の名前って変わってるね。袋がイルカが好きでね。だからルカか。ああ読書は嫌いかい。そうでもないけど。どうしたの。ああ映るんですって知ってる。吉田戦車の。いいよ面白いよ。今度貸そうか。頭が腐らないの。はい。僕はドストエフスキーが好きだな。バルザック、ボーヴォワール。詩はどうだ。ジェ、バイロンはいいよ。今度貸すよ。頭が腐らないか。だからいいんだ。何してんだ。ああ塾の帰りなんだ。そう。親と。まあね。僕も参加しようかな。君もお悩みが。まあ。親と。俺もあるけど。僕の場合もっと絶望的なの。カネズミ。違う、僕の親友さん。よろしく。影山トンプじゃん。すいません遅れました。お前か転入生。はい、大場誠です。動機どうした。あ、どこかに。あ、いえ忘れました。進学校で体育の授業なんかちゃんちゃらおかしくてまともに出られない。いやそんなつもりは。来い。お前の腐った根性叩き直してやる。早く来い。叩き逃げ。畳の上だぞ。バカにしやがって。痛い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 。なあ、投げるんじゃねえぞ。俺ら見たくじだ。立て。タイプの銃と畳でするイメージ。君と話すと今度は僕が標的に
ちに来ないか。誰もいないし。塾があるだろ。学年トップをサボる。それに学年トップはするだろ。あれはサボったのさ。トマトジュースしかないけど。なんでもいい。すごいマンションだな。天井が高い。お父さん何してるの？親父休んだよ。行く。ごめん。どうぞ、動いてね。お母さん？店は？ああ、だからこんなでかいマンションに。パトロンがいる。僕たちの密かな友情。それでいいね。いいね。いや、僕が間違えてしまったんだ。どうしたの、みんな。もうチャイマー鳴りましたよ。ルカ、もう気持ちいいじゃないですか。逆に羨ましいですよ。毎日楽しそうで。え、ルカのうちは楽しないんか。ルカだよ、ルカじゃないけど、うちだって毎日勉強勉強ってうるさいよ。お前のために踊んねえ。そうだよ、それだけ息子に関心がある仕事さ。ルカだよ。僕もやないか。僕はいいですよ。出るんだ出るんだ。今出ないから。またお前か。マジか。オーケー。
した怪我じゃなかったけど何かあったんじゃないかって。彼は何ですか？もう大丈夫だから心配いらないって。だったらいいじゃないですか。そうはいかないわ。先生は彼が気になります。新入生だから早く馴染んでくれるといいって思うんだけど。それだけですか？どういう意味？すみません、つまらない質問。彼が言うように先生が心配することないですよ。それならいいんだけど。問題が起きて先生が困るような真似は僕はしません。君がクラスで抜け者扱いされるの、僕も一緒にそうなることに決めたよ。親友なんだ。初めから怖がらずそうすればよかった。親友？図書館で勉強だって聞いたから。時には受験選手も休職が必要さ。こんなところに使ったら定額だよね。そうですか。でも普通2人連れってどっちか外れだったりするけど、男たちは両方ルックスいいわ。柱さんたち、マミって呼んで。ルカたち平気よ。今頃エリたちもうまくやってるから、うん、私って結構胸大きいでしょ。ん？え？同じものをポケットに刺すんだ。仲間の証か。そうだよ。敵には協力してぶつからないとね。大場誠っていう敵に。あいつはまだ答えてないみたいで、新しいこと考えないか。影山くんにもあげるよ。特注品だよ。日本で僕らしか持ってないんだ。あ、何するんだよ。
それはみんなに。元に戻せ。おば、本当にお前じゃないのか。はい。あとで処理しこい。回しやがって、貴様はクズだ。僕は知りません。とろけるな。やめて。俺をバカにしやがって、俺をバカにしやがって、バカにしやがって。殺人するまで徹底的に鍛えてやる。徹底的にな。
もういい。影山、お前何の真似だ。ん？何の真似で聞いてんだ。よし、今日はここまで。業務戻っていけよ。影山君、僕も手伝う。触るな。